こんにちは、正木商事の吉田です。本日は定理市田部署にございます。ミニハイツの3階部分のご紹介となります。まずこちらなんですけども、リビングとなっておりまして、非常に広いリビングになっております。こちらのリビングにはですね、元からエアコン1台付けさせていただいております。そしてこのリビングにはですね、南向きの大変明るいバルコニーが付いております。田園風景ですね。暑いです。ペアガラス仕様となっておりますので、騒音であったり結露にも非常に強い物件となっております。そのお隣なんですけども、こちら非常にユニークな大きさのお部屋でして、ベッドルームにしていただくのも何度にしていただくのも自由なスペースとなっております。お客さんの工夫次第でどんな風にも使っていただける場所になると思います。こちらワンハンドには元からウォークインクローゼット、こちらのウォークインも非常に広いんですけども、一つ付けさせていただいております。すごく広いですね。カウンタータイプのキッチンのご紹介です。こちらのスペースがキッチンになります。この部分が冷蔵庫置き場になりまして、こちらですね、食器棚とか、電子レンジであったり等を置いていただくスペースになると思います。換気扇、シンク、コンロ置き場と全てついておりまして、収納も非常に広くとっております。使い勝手は抜群だと思います。続いてこちら。シャンプードレッサーと洗濯機置き場、それから浴室乾燥機付きのお風呂となっております。浴室乾燥機がありますので、雨が続いた時期なんかは非常に洗濯物、乾かしていただくの便利だと思います。ごめんなさい、トイレのご紹介がまたですね。トイレも、どうぞ。ウォシュレット付きのタイプです。最後になるんですけども、こちら洋室になります。こちらの洋室、非常に収納がたくさんございまして、まずこちらに一つ、それからこちらに一つ、それから表に出てるタイプになるんですけども、こちらにもちょっとした収納棚付けさせてもらっております。本当に遊び心あふれる物件でして、使う方の個性が非常に現れる物件になるのではないかなと思います。以上でご紹介の方を終了させていただきます。奈良のおもてなし、奈良心、正木商事は皆様のご来店をお待ちいたしております。ありがとうございました。